サブさん、文学見てみたいと思います。今日の帳簿の全体像はこちら。段落は28で、設問数は9個ですが、これをちょっとさすがに全部やってるとですね、まあ視聴時間がかなり長くなってしまってですね、まあ皆さんご覧いただけないので、最初の6問頑張っていきたいと思います。設問形式はこういう感じですからね。で、皆さん問いの7、8、和訳と記述説明はこちらでやっております。そして英作文は他の対策動画ございますので、こちらの6問頑張りましょう。サブさん、こちら設問の指示でございます。皆さん、この年度よく見てくださいね。かなり前ですからね。で、皆さん、これに基づいて長文いきますね。サブさん、第一段落でございます。一読お願いします。さあ、続いての段落でございます。まずはこちら設問の指示の一読をお願いいたします。サブさん、第二段落一読していただいた後、こちらでございます。考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはもう unplugs、この単語の意味でいけそうですね。plug、線をつないでいるものを un で否定してますよね。ですから、プラグを抜く、線を抜いてるイメージを持っていただけますと、まず皆さん、選択肢の A はこれ壊しちゃってますよね。で、選択肢の B も dismantles、 分解しちゃってます。で、選択肢の C は rewires、 これだと線をつないじゃってますよね。ですから、線を抜いてるわけですから、選択肢の D、 こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。一読お願いいたします。さあ、続いての段落でございます。下線部2番は和訳でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、解説はこの後ホワイトボードでいきますね。さあ、該当箇所を書き出してみました。そして、もうすでに S とか V とか O とか、そのあたりは表記してますからね。そして、和訳例は下に書いております。色は対応させてるつもりでございますので、これを参考にしながらですね、ご覧いただけるとよろしいかと思います。皆さん、知らない単語はあれば辞書を使いますので、あとは訳す順番が問題ですよね。さあ、皆さん、一番先頭、文頭に出てくる名詞は主語ですので、まずはここから訳し始めると思います。彼女と他の研究者たちは、で、皆さん、その右側、動詞 compare A to B、 A を B に例える、で、その to がこのあたりに書いてますよね。で、皆さん、まずは何を例えるのか、当然目的語でいいんですが、前置詞プラス名詞は M、 で、皆さん、 M は右側から左側へ訳し上げた方が綺麗に決まる可能性が高いですからね。ですから、訳す順番は2番3番、そして動詞はなるべく後回しの方が綺麗に決まりますからね。さあ、皆さん、この魅力をどこに例えてるんですかと言われたら、こちらの2以下ですよね。で、やっぱり皆さん、前置詞プラス名詞がありますので、右側から左側へ、つまり4番5番だと、皆さん、レスト残で、皆さん、これですよね。否定と肯定ですから、薬物とかアルコール、それの魅力よりもこのあたりの方に例えてるんですね。ただ、皆さん、関係代名詞フィッチが後ろからかかっておりますので、レスの後はこの青色のところですよね。ですから、イセンシャル、必要不可欠ですが、で、皆さん、この文末やっぱり前置詞プラス名詞がありますので、右側から左側、そしてそれを皆さん、関係代名詞の先行詞にかけていただけるとよろしいかと思います。そして動詞に戻ってくると綺麗に決まりますね。さあ、いきますね。彼女と他の研究者たちは、デジタル装置もしくはデジタル機器の刺激の魅力を、薬物やアルコールのそれ、もしくは魅力ですね、よりも必要不可欠ではあるが、過度にやると、もしくは行き過ぎてしまうと逆効果になる食べ物や性行為に例えている、というふうに訳していただけるとよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。一読お願いいたします。続いての段落でございます。さあ、続いての段落でございます。下線部3番の和訳をお願いいたします。さあ、皆さん、先ほどと同じように書き出してみました。で、皆さん、 S とか V とか O とか、このあたりはすでに記載をしております。さあ、皆さん、先ほど確認しました通り、前置詞プラス名詞は M、 これは右側から左側に遡った方が綺麗に決まりますからね。で、動詞はなるべく後回しですから、先にこの青いとこですね、訳していただけると綺麗に決まると思います。で、その後動詞に戻ってきました。そして and で繋いでますので、その後オレンジのところを訳そうと思うんですが、この青いところを先に行った方が綺麗に決まりますね。この順番ですよね。で、最後はオレンジのところに戻ってきましたが、助動詞 will の右側に動詞の原型ないので省略を補う。で、もちろん皆さん気づいてるかと思いますが、この many more と many 対応してますので、動詞の部分と動詞の部分、それを補っていただけるとよろしいかと思います。じゃあ、いきますね。キャンベルさんと彼の家族の習慣と奮闘、それは多くの人々が経験していることを典型的に示し、そしてもしこの傾向が続けば、さらに多くの人々が同じことを経験するだろう、というふうにまとめていただけるとよろしいかと思います。下の和訳も参考になさってください。
さあ、続いての段落でございます。さあ、続いての段落でございます。さあ、次の段落でございます。続いての段落です。さあ、続いての段落でございます。さあ、皆さん、まずはこちらの設問の指示の一読をお願いいたします。さあ、皆さん、こちら選択肢でございます。段落一読していただいた後、検討をお願いします。さあ、これ、空所の左側に像、前後対比を示す表現がありますね。ですから、この段落、1行目、2行目、3行目。ここの部分と、これですね。In the modern world。そこが対比の関係になってますね。そして皆さん、空欄4番は modern。現代のお話でございます。ですから、選択肢眺めていただけますと、現代ならではの表現がありますね。で、もちろん、選択肢の A、pet dog。これ皆さん、昔からあるものですね。で、皆さん選択肢の C も昔からですね。で、選択肢の D の配偶者の話も昔からございます。ですから皆さん、モダンワールドならではと言われたら、もちろん E メールの話ですよね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。続いての段落です。一読お願いします。さあ、続いての段落でございます。一読していただいた後、こちら問いの5番ですね。考えていただけると嬉しいかと思います。まず下線部左側に this とありますので、これが何を指しているのかをまず考えるところからスタートですね。皆さん、これ直前のメディアでいけそうですね。ですから、カタカナでメディアと書いていただいてもよろしいでしょうし、このあたりのことを指して、電子機器。そういうふうに捉えていただいてもよろしいかと思います。で、その皆さん、メディアとか電子機器が何をするよう言ってるんですかっていうと、皆さんこちらですね。E メールとかボイスメールをチェックしてくださいねって言ってくるんですね。ですから、メディアとか電子機器、それに反応するよう促されるんですね。で、皆さん、下線部そのものですが、皆さん、internal、心の中の、もしくは内なる。で、あと皆さん、ピン。これ手持ちの辞書を調べていただけるとわかると思いますが、音ですよね。で、当然それは E メールとかボイスメール。それが届きましたよという着信音と考えられますので、着信音、もしくは音ですね。で、皆さん、心の中のと言っておりますので、声というふうに訳していただいてもよろしいかと思います。ですので、これで皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。さあ、続いての段落でございます。さあ、皆さん、こちらの段落からですね、並べ替え問題が始まります。ひとまず、設問の指示の一読をお願いいたします。で、皆さん、第23段落見えておりますので、この後にこの1という段落、それが続くかどうか検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、こちらの段落の後、この丸1番の段落、つながらないですよね。それは皆さん、このミセス・キャンベルさん、これの表記の仕方でわかりますよね。ですから、キャンベルさんが最初出てきた後、その後こう繋ぐ場合には、彼女を表す C。これで繋いでいくはずですよね。ですが、そうなっていないので、あと2つの段落をご覧いただきます。さあ、皆さん別の段落ご覧いただいております。こちら、キャンベルさんの後に、丸2番の段落が続くのか。もしくは一部しか見えてませんが、こちらですね。丸3番の段落、どちらが続くのか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん先ほどお伝えした通り、これですよね。キャンベルさんが C で受けておりますので、丸2の段落が一番最初に来そうですね。さあ皆さん、2の段落の後に丸3の段落が続くかどうか、検討お願いします。さあ皆さん、丸2の段落の後ですね。丸1の段落が続くかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、やはり丸2の後は丸3が続きそうですね。この波線のところがヒントになってるかと思いますが、家族との休暇の話が続いてますよね。ですから、2,3 と続いて、そして丸1番の段落に続くということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。いや、様々な形式6問言ってきましたね。田辺さん、とてつもなく難しいという問題はなかったかと思います。ですから、普段の地道な努力、コツコツ努力できれば合格は難しくないかと思います。でもちろんやってる方もいらっしゃるかもしれませんが、これですよね。バラエティに富んでる東京大学の過去問、これがいい練習になるんじゃないかなと思いますので、もしまだ取り組んでいなければぜひともやってみてください。